こんにちはレトスの尾野ですいつもご覧いただきありがとうございますまた初めてご覧いただく方も歓迎いたします弊社レトスは無理なく無駄なく効率的に達見合格していただくために理解学習を使って個別指導を行っておりますまた毎日3問過去問解説の無料講座も行っておりますさらには分野別の講義も無料で行っております かなりたくさん動画アップさせていただいておりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは本日の講義を始めていきます。今回は令和6年度の宅建試験から適用される森戸規制法。まあ、正式名称は宅地造成及び特定森戸等規制法。これについて今回解説していこうと思います。もともとは宅地造成等規制法っていう法律だったんですけれども、それが新たにですね、森戸規制法に名称が変わりました。 この名称が変わることによって、まあ、どういったことが変わってくるのかっていうところを今回解説していこうと思います。で、まず、法改正があった背景なんですけれども、これは令和3年7月の静岡県の熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生した。これが一つの法改正の原因、背景になってるんですね。これはニュースでも大きく取り上げられました。 ま、こういった映像ですね。これ YouTube で探していただいても出てくると思います。この上ですね。上の部分に、まあ、不法に積み上げられた土がたくさんあったんですね。それが大雨に伴って、一気に土石流として流れてきて、で、この辺りの建物が、どん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 流されていった、っていうような災害です。で、この土石流災害があった当時、危険な盛土等に関する法律による規制が、必ずしも十分でないエリアが存在していました。 当時は、宅地造成等規制法だったり、農地法っていう法律はあったんですけども、まあ十分じゃなかったんですね。法律による規制が十分じゃなくて、こういった土石流災害が発生しました。で、当時の法律では、まあ規制が不十分だったということで、法改正があり、森戸規制法が制定されたと。で、この森戸規制法の概要です。改正の概要ですね。これは大きく分けて4つあります。隙間のない規制、森戸等の安全性の確保、 責任の所在の明確化、実効性のある罰則の措置。この4つが改正の概要となります。一つ一つ見ていきます。まず、区域なんですけれども、都道府県知事等が、宅地、農地、森林などの土地の用途に関わらず、森戸等により、人家などに被害を及ぼし得る区域を規制区域として指定するようになりました。もともと起伏のある市街地が、 宅地造成工事規制区域としてて指定されていたんですね。この起伏のある市街地ってどういった市街地かというと例えばこういった市街地ですまあ建物はいっぱいあるんですけれども山を工事して作った市街地っていったイメージですねなんで坂の多い市街地ですまあこれは階段なんですけどもこれが道路になっていて車が通れるような道の場合もありますでこういった区域に対して切り土とか盛土をする前に 許可が必要だったんですねでも今回の改正でプラスアルファで集落その周辺など人家等が存在するエリアについて森林や農地を含めて広く指定することができるようになりました、まあ、つまりこういった市街地だけじゃなくてもっとこの山とかですねここ,のここの写真でいうとこの山とかもっと大きな山があってその山の中腹だったりとか、まあ、そういったとこも含めて指定することができるようになりました で、その区域を特定盛り土と規制区域としております。まあ、新たに設定された区域っていったイメージですね。まあ、このあたりは試験で出てきそうな部分なんで、しっかり押さえていただきたい部分になってきます。また、ここですね。土地の用途にかかわらずです。これ、土地の用途にかかわらずって書いてあるので、問題文で一定の用途に限ってとかって書いてあったら、ツになるということですね。で、続いて、隙間のない規制の対象、規制対象についても改正がありました。 農地、森林の造成や土砂の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とするようになりました。つまり、宅地造成等の際の盛土だけじゃなくて、つまりこれ工事ですね。工事を行うための盛土だけじゃなくて、単なる土捨て、つまり、まあ、土を捨てる行為ですね。また、一時的に土をそこに置いておく。そういった行為についても規制の対象となりました。 まあここもですね、試験に出そうな部分なので、頭に入れておきましょう。工事をするための、切、ま、り、あ、土、盛り土だけじゃなくて、単なる土を捨てるだけの行為、一時的に土を置いておく、堆積するだけの行為であっても、規制対象なんだということですね。で、続いて、盛り土等の安全性の確保についてです。一つ目が、盛り土等を行うエリアの地形、地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定します。 2つ目許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため施工状況の定期報告施工中の中間検査および工事完了時の完了検査を実施するようになります、まあ、ここについてはこれまでよりも検査厳しくしていきましょうっていったイメージで大丈夫ですで続いて責任の所在の明確化2つあって1つ目が盛戸土等が行われた土地について 土地の所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化しました盛戸土とか土地を堆積された土地についてその所有者っていうのは安全な状態を維持させなければなりませんよっていう話です、まあ、放っておいたらまた熱海市の土砂災害みたいな感じになるわけなのでそうならないためにちゃんと責任持って管理してくださいねってことですねで2つ目が災害防止のため必要な時は土地所有者等だけじゃなくて 原因行為者に対しても、是正措置等を命ずることができることとしました。これは例えば、当該盛土等を行った造成主や、工事施工者、過去の土地所有者なども、原因行為者として命令の対象になり得るということです。ここ注意してもらいたいのが、ここですね。過去の土地所有者も命令の対象なんですね。ここは試験に出そうな部分なんで、頭に入れておきましょう。 そして4つ目が実効性のある罰則の措置です。罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則の強化。罰則が強化されたんですね。どうなったかっていうと、最大で3年以下の懲役、または1000万以下の罰金、で、法人に対しては3億円以下の罰金です。なんで相当重くなったんですよね。これぐらいの罰則があると、まあみんなやらないでしょ。 っていう話ですよ。これぐらいやんないと守らない可能性があるよね。だからこれぐらい厳しい罰則をかけましょうっていうふうにしたんですね。この数字ちょっと覚えなきゃいけないんですけども、覚えておきましょう。これも出やすい部分です。で、今回は概要をお伝えしました。実際細かい内容は個別指導で解説していく予定なので、細かい情報欲しい方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらからぜひご確認ください。 最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスのオノでした。